おはようございます。星野瑠璃です。2023年クイーンステークスの予想。ということで、今週から新潟と札幌の2乗開催となります。日曜日には札幌で品馬限定重賞のクイーンステークスが行われます。まずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1。ビクトリアマイル組。 過去10年中9年で馬券に絡んでいて、2018年からは5年連続で馬券に絡んでいます。今年出走するビクトリアマイル組は、伊豆上の奇跡の1頭のみとなります。1頭だけですので、必ず買い目には入れておいた方がいいと思います。続いてデータその2。5歳馬。 五歳馬は毎年馬券に絡んでいます。人気薄で絡む馬が多くなってますので、五歳馬には全頭注目です。今年出走する五歳馬は、ローゼライト、ジネーストーラの2頭となっています。続いてデータその3。三歳馬。五歳馬とは違って、不審気味。 なのが3歳馬です。過去10年で11頭が出走して1頭しか馬券に絡めていません。筋量が軽いので上位人気になることが多いんですがあまり信用はできません。ただ2010年から2012年は3年連続で馬券に絡んでいて参勝していますので 昔から全くダメというわけではありませんでした。なぜここ10年は不審なのか原因がよくわかりませんが、馬券によく絡んでた時の馬は中距離も走れる馬ばかりで、近年で人気になって負けている馬は、どちらかというとマイル以下中心の馬ですので、そういうところが原因になっているのかもしれません。 過去10年で唯一馬券に絡んだアエロリットは、その後に天皇賞秋でも3着に入る馬でしたので、中距離向きの3歳馬なら勝負になるのかもしれません。今年出走する3歳馬は、ライトコンタム、ドゥーラ、北ウイング、当選ローリエの4頭となっています。 今年も上位人気になりそうですが、安定感があるわけではないので、過信は禁物です。ただ、この中で、ドゥーラは成績を見てわかる通り、1800メートル以上でしか実績がなく、マイル戦は見事に惨敗している馬となっておりますので、中距離向きの馬というのはわかります。続いて、データその4。一番人気。 一番人気はかなり安定しているレースとなっています。過去10年中8年で一番人気が馬券に絡んでいます。今年の一番人気はオークス3着で51キロで出走できるドゥーラになりそうです。一番人気が強いレースでドゥーラは中距離向きの3歳馬なので、必ず押さえておいた方がいいです。それでは、 ここからはまとめに入りたいと思います。札幌の芝コースはかなり状態が良くって、先週の芝1200メートルではレコードタイムが出ていました。去年のクイーンステークスは圧倒的に内枠の馬が有利な、と、あ、去年、<laughs> 例年か、例年のクイーンステークスは圧倒的に内枠の馬が有利なことが多いんですが、 先週の競馬を見てわかる通り今年も内枠の馬が有利になるんじゃないかなと思います週末は今週は天気もいいので両馬場で行われることは間違いありません今年は先行馬が揃っていてグランスラムアスクが古川直樹手ということを考えると無理やりにでも逃げそうなのでそうなるとペースもそこそこ速くなって決着タイムも速くなりそうです ということで、私の本命は、5番の里のセシルにしたいと思います。7歳になる馬なんですが、成績は安定していて、7レース連続で5着以内に入っています。クイーンステークスは2021年が3着、2022年が2着と、両方とも8番人気ながら、 構想していますし北海道での成績もいいので養子がかなり合っているんだと思いますで。ここ2走は前が有利な流れになって差し切れない状況がま続いているんですけどそれでも安定して最後は伸びてきていますので衰えはまだまだなさそうです。で構想した去年年と一昨年はレースを使ってててから挑んできていて 今年は休み明けという違いはあるんですが、休み明けも問題なく走れる馬ですし、見穂でしっかりと乗り込んできていますので、状態面に不安はなさそうです。今回は佐々木騎手が騎乗するんですが、今年の佐々木騎手は絶好調で、函館競馬場では18勝してリーディングとなりました。今年の 堀休者は、函館と札幌では、ルメール機種には一度も依頼していなくって、全8レース中4レースは佐々木機種に依頼しているので、特別登録時点では機種は未定だったんですが、もともと乗せる気だったんじゃないかなと思います。札幌開催になってからは20レース起乗して、 まだ一回も三着以内に入ることができなくて苦戦しているんですが、ルメール機種も機場技術を褒めるぐらいの機種ですので、そろそろ慣れてくると思います。そもそも札幌ではほとんど人気場に騎乗していないので仕方ない部分もあるんじゃないかなと思います。<laughs> 先週の札幌を見ても、芝の中距離は先行場が圧倒的に有利な 状況ですので、4枠は絶好枠ですし、里のセシル自身も内枠での構想が目立っていますので、なんとか内で我慢して直線で抜け出す競馬に期待したいと思います。以下は1番のコスタボニータ、2番のウィンピクシス、4番のルビーカサブランカ、6番のローゼライト、7番のドゥーラ、 10番の伊豆上の奇跡までということで、い目なんですが、このレースは3連服と3連単を買おうと思います。3連服は里のセシルから上げた馬に流して、3連単は里のセシルとドゥーラの二等軸で、相手は実績を信頼して、ルビーカサブランカと伊豆上の奇跡にしてマルチにしたいと思います。 なので、三連複のフォーメーション、あ、違う。三連複の一等軸流しで、5番から相手が、1、2、4、6、7、10の15点。これと三連単のマルチ、二等軸マルチで、5番と7番から40のマルチが12点。なので、この辺で勝負しようかなと思っております。 じゃあ、こんな感じで2023年クイーンステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあ、またね